はい、どうもこみです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんからお届けしていきます。今日はですね、ディガホグちょっと見ていきたいというふうに思うんですけども、成功例と失敗例比較しながら、ディガホグってなんで失敗しちゃうのよというところをですね、ちょっとお話ししていきたいというふうに思います。まずは、何はともあれ、一本見てもらいましょうか。ですね、ディガホグって僕結構得意な戦術の一つなんですけども、結構もうディガホグしか使わないレベルですね、僕の場合。本当に。なんですけども、割とミスるときはミスるんですね。で、何がそのミスの要因なのかっていうことを考えるときに、ポイントになるのがですね、アーチャークイーンの仕事なんですよ。これ、マジで大事です、アーチャークイーンの仕事。で、今回の攻めっていうのは、この真四角の村、結構これ攻めにくい村だと思うんですけど、これに対して、ディディさんがアプローチしている、攻めになるわけなんですが、タウンホール、プラス投石機、防衛援軍、この辺を根こそぎ、食い火で やっていきます。で、まずですね、重要ポイントその1、アーチャークイーンの食い火をこう中に入れていくっていう攻め方をできない方は、これ食い火ディガホグまんまやんない方がいいと思います。多分ですね、結構、うまくいかないケースが多いんじゃないかなって気がしますね。で、それができる方は次見るべきポイントっていうのは、この食い火パートで、相手のタウンホールと防衛援軍、この2つをちゃんと処理できるかどうか、これすごく大事です。で、これができてくると、そこから先ですね、このディガホグがググッと回りやすくなるので、ぜひそこを押さえてもらえたらなというふうに思います。で、あともう一個は、アーチャークイーンが腐らないっていうことですね。今回アーチャークイーン、ここから4時から入ってぐーっとこう、下方面に回り込んでいっているじゃないですか。で、このまま、やられないんですね、ずっとしばらく。で、このパターンがすごく重要で、アーチャークイーンがこうやられずにずっと防衛施設を壊し続けられるかどうかっていうのが1点。で、さらに、そのままディガホグのルートが出来上がるかどうかですね。今回結構広くこう、広くこうルートができている格好になってるんですけども、これをですね、回し切ることを可能にしているのがこの投下兵舎ですね。投下兵舎から出てきたホグライダーが、ディガーたちがみんなこう上方面に行っちゃって、手薄になってる中央部分、ここにアプローチしていってるんですね。この形が作れてるのが本当にうまいです。これ、もしもですね、突撃艦とかを使っていっちゃった場合っていうのは、こうはいかず、ディガーとホグライダーが結構バラバラに分散しちゃうことが、多々あるんですけど、ホグライダーが遅れてこう出てくることによって、この投下兵舎から、一番その壊れてない、横打ちをしてきそうな施設に、こう、ホグライダーがまっすぐ向かっていきます。で、今回仮に、ホグライダーとかディガーが、こう、中に入っちゃった場合には、投下兵舎のホグライダーが外側にこう回り込むんですね。そうすることによって、外から横打ちする防衛を壊していくという形。これが作れるかどうかがめちゃくちゃ重要です。なんで、食い火が腐っちゃう攻めっていうのは基本的にディガホグ失敗しますので、タウンホールを壊す、防衛軍を壊す、さらにその後も食い火が腐らない、ちゃんと防衛を壊し続けてくれる、こういう攻め方ができるように注意してもらえたらなというふうに。というところでちょっとですね、ここから先3本、関西クラクラクラブに行ってみてみましょう。はい、では関西クラクラクラブ、私の攻めですね、見てほしいと思います。さっきの攻めと全然違う、編成になってますね。ラバハウンド出して突撃艦出してから、このクロスボウの上に、突撃艦を落として、で、突撃艦の中にはスパビズ入ってます。これを使って、レイジスパビズで一気にこの辺を、蹂躙していきたいというふうに思っているんですけども、スパビズはですね、わりかし成功と言っていいんじゃないかなっていうレベルで決まってますね。どうすかこれ、だいぶいい感じの削りができているんじゃないかなと個人的には思うんだけど、こんな感じですね。最後クロスボウで壊しておしまいと。ラバハウンドとアイスゴーレムの援軍も釣りましたね。この状態でさっき言った、防衛援軍は一応連れていて、このままアーチャークイーンで処理しますよね。で、タウンホールも壊せているんで、一応ディガホグを、クイヒディガホグをやるための準備は整っていると、いい状態に、なってるかなと思うんですけども、厳しいですね。こちらもレイジを使わざるを得なくて使っちゃいました。ヒーラーもこれ、ちょっと結構ダメージ受けて焼かれちゃう、クイーンが焼かれちゃうとこなんで、もうこのレイジは致し方なしですね。で、ここですね、結構雑でしたね、ほんとね。適当にこっちのアーチャク塔がある山地側に、壁開けちゃったので、そこにクイーンが全然入らなくて、逆走していってますね。
で、こうなってくるとアーチャークイーン何が起こっちゃうかっていうとですね、ぐるっと外周側にこう回ろうとしちゃってますよね。で、そのまんま、クイヒーが全然中に入っていかないもんだから、見てください。これほとんどクイヒーの仕事がないんですね。ほら、ほぼ撃ってないんですよ、こいつ。ディガーホグライダーが別にこの辺って、サク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 、クイーンがいなくても突破できちゃうところじゃないですか。で、そこを、クイーンがなんか追っかけながら、ちまちまこう撃ってるんですけど、あんまり意味がないですね、これ。で、こうなってきちゃうと困っちゃうのが、中心部分に今度入ってきたディガーホグたちが、見てください、これ。完全にここでこう割れてますね。もう割れまくり。あっちこっちにこうもうとっちらかっちゃってどうしようもないみたいな感じになっちゃってます。で、こうなってくると、もう、収拾がつかないですね。ヒールの呪文を打ってももう、中に入るホグライダーとかディガーの数っていうのがもう、分かれていることによってもう知れてきちゃいますんで、そうすると効率が非常に悪くなるんですね。まあ、未だにこのなんかバーバリアンキングに捕まっているディガーがいたりするし、これはもうどうなってんだっていう感じが、ちょっとしているんですけども、ですね。まあ、このままあとは、もう、座してやられるのを待つしかないという状態。アーチャークイーン、これ、クローク残してるじゃないですか。にもかかわらず、こんな外周をね、ちまちま回ってるんじゃやっぱダメなんですね。中央部分にこう突破して入っていってくれて、この辺をこうね、殴っていってくれるような仕事ができないとダメ。今回、スーパーオールベーカー2体あったのは、ここまず開けて中に入ったら、次はこっち側を開けて、こんな風にアーチャークイーンを流していって、で、残った、ラインにディガホグを、こんな感じで、ごめんなさい、ライダー。こんな感じで流していくっていう、ざっくりそんなようなプランニングで描いていたんですけども、決まんないとこうなります。やっぱりアーチャークイーンがちゃんとですね、防衛施設を壊していってくれて、最後までちゃんと仕事をするかどうか、これすごく重要ですね。アーチャークイーンがやっぱりそのディガホグライダーと混ざっちゃうと、大概にして失敗します。なので、混ざって全開取れた場合っていうのは、まあ、そういうケースもあるんですよ。あるんですけど、あえて混ぜて全開取りましたっていう場合でない限り、偶然行ったなっていうのはちょっと、あんまり甘えずにですね、修正をどうすべきだったかを考えておいた方が、後々いいんじゃないかなっていう気はします。こんな感じですね。で、もう一個、見てもらいたいのは、秋風さんのアタックですね。これが非常にうまかった。さっき言った、アーチャークイーンの仕事をしっかりやらせる。で、高火力弾に突っ込ましていって、かつ生き残らせるっていうところ。これ、本当にね、当たり前じゃないかって思うんですけど、当たり前なんですよ。言ってることは。でも、それができれば苦労しないだろうって話なんだけど、だけど、それができないんだったら、ディガホグあんまやんない方がいいと思います。イエティとか、スパネクとか別の攻め方の方が、むしろ、角度が上がると思うんで、こっち狙った方がいいですね。スーパーウォールブレーカーで2層目を開けていって、これで相手の投石、クロスボウ、タウンホール、この辺全部、リーチすることができる形になりますね。さらにバーバリアンキングがいるので、ちょっとこれ、邪魔したいんですけども、それはちょっとどうだろうな。このまんま、下行っちゃったか。すいません、下行っちゃったんですね。そっかそっか。タウンホール壊せなかったんですね。おそらくこれタウンホール壊すプランだったと思うんですけども、壊せなかったです。ただ、この時点で、相手の防衛軍と鉢合いながら、ちゃんとポイズン効かせられてるし、レイジも効いてるし、アチャクイはやられないでしょうと。で、見てみると、こんな感じで、もう結構ディガホグのルートが見えてきてるんですね、ここ。ディガーとホグライダーをがっつり流しながら、外周はキングと投下兵舎を使って削っていくという感じの絵が描けますよね。このキング投下兵舎外周、これめっちゃいいです。本当に効くので、ぜひやってもらいたいんですけど、この間、見てほしいのは、ディガホグがね、いい感じに進んでるのを見てほしいんですけど、むしろ、こっち注目してください、こっち。アーチャークイーンです。今、ババキンをレイジ状態で倒して、さらにインフェルノ壊しましたよね。おまけにこれ、ターゲットをしっかりこれ集めてるんですよ、こうやって。テスラとかのターゲットを集めながら、中心部を壊していってるじゃないですか。こういう仕事をしてくれることによって、ディガーとホグライダーのルートっていうのが、膨らまずにこう、なんていうんですか、制限されるんですね、ここに。で、さらに投下兵舎が来たホグライダーが、今この線描いた外側、こっち側ですよね。ここにこう当たっていってくれてるのがわかると思います。見えますかね。こうすることにより、もう三層構造が綺麗に出来上がるんですね。こっち側は、クイーンで削る、中央部分は、主力のディガーホグライダーで削っていく。投下兵舎のホグライダーは、ここを削る。で、さらに、僕で言うと外周。これは、キング頑張ってねっていう話になるわけですね。
ていう形です。なんで、10日編集がやっぱ使えるんであれば、ディガホグをする上でめちゃくちゃ大きなアドバンテージだと思います。個人的に、ディガホグする上で、使いたい、突破兵器、ナンバーワンは、突撃艦スパビズですね。これがやっぱできる場合には、真っ先にこれを狙っていくんですけども、できない場合には、いかに10日兵舎を使える、形を作るか。まあ、つまり、アーチャークイーン、クイヒーを今のこの、アキサみたいに、壁の中にこう、どんどん突っ込ましていって、で、やられないように相手の主力防衛を削って、ギガホグのルートを作る。この仕事ができると、クイーンがいる反対側にキングと、効果兵舎、これを出していくことができるので、これですね。できるので、出していくことができるので、中央部分にディガーと、ホグライダーを当てていくっていう、このサンドイッチ構造が作れますので、この形を狙っていく、どっちかかなと思います。そのどっちかを狙えるような、プランニングできると結構、ディガーホグは伸びるかなというところですね。はい、というので、もう一個、キオさんのアタック見ていきますか。これはね、結構特殊です。まあ、ボマーを使ってディガホグをここまでやる人は、あんま見ないですね、僕。本当に。しかも、このボマー、今回はですね、まあ、プランちょっと先に言うと、ここを食い火で削っていきながら、ボマーをこっちから当てるんですね、こういう風に。で、ディガホグは、ここ、マンホール側にこう狙っていきます。キングで上カットって感じで、こんな風に。まあ、サンドイッチ構造っちゃサンドイッチ構造なんですけども、外周この辺を壊す10日兵舎っていうのを使わないということと、ディガホグのルートがどうしてもこういう風にまあなりがちなんですね。こういう風に。で、残っちゃう上側っていうのをボマーで削っていくっていうまあ使い方を今回はしていますね。で、まあ、結構この形をやるのは僕はキヨさんぐらいしか見たことはないんですが、まあ、こんな方法もあるんだなということで、ちょっとね、参考にしてもらえたらと思います。ちなみに、これ偶然ではなくてキヨさん基本的にディガホグしかやらないタイプの方なんですけども、必ずボマーなんですよ。必ずボマー。必ずボマーなんだけど、なぜか刺さるの、これ。ほんとね、ほんとわかんないですよね。なんでこれ、こういう思考回路で、その、プランが組めて、かつ、アーチャークイーン狙い通りここに誘導できんのって話ですよ、ほんとに。まあ、ここにってか、ここね、に誘導できんの、この難しいところを。で、さらに、これ、外周に、アーチャークイーンが回って、どん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 攻めていくじゃないですか。なんで、さっきも言ったように、アシャクが生き生きしてるんですよね、生き生き。ただ、ここでシングルインフィのタゲを食らっちゃって、フリーズは打つものの、ちょっとこれ以上は伸びないという状態にはなるんですが、まあ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 、だいぶアシャクの仕事大きかったですね。防衛軍倒しながら、クロスボウ、あとは、投石機を壊していったっていうまあ感じなので、あと残ったディガホグたちと、ロイヤルチャンピオンがですね、残りの仕事はやってくれますという格好になりますね。ロイちゃん結構苦しいは苦しいんですが、外側にいるイエティ、ディガホグ、キング、まあ、これらがですね、最後、しっかりと、中心部分まで攻め入ってくれるという形に。だいぶキングのカットが遅れちゃったっていうのもありますかね。ここはボマーで壊したんで、まあ、防衛は壊れてるんですけど、ストレージ系、その金庫とか金山とか、あとは弊社系が、こう残っちゃったんで、ディガーたちが、こっちにこう流れていっちゃいましたね。多分これは予想外で、本来、イエティがここに、投下されたタイミングで、上側の施設もこう殴り壊してくれて、ディガーたちは、下に向かってくれるっていうことをね、こう期待したと思うんですけども、ちょっとここは、期待通りいかなかったですね。まあ、ただ、イエティたちが放出したこのミニイエティによって、シングルインフェを壊して、そのまま全開という格好ですね、になってきました。面白い攻めをしてくれますけどね、まあ、こんな感じでやるっていう手もありますが、まあ、とにかく重要なポイントは、相手のタウンホール、防衛軍、これをいかにクイヒーパートで処理するか、まあ、最後、キヨさんはもう処理しませんでしたが、この方の攻め、結構、いろんなもののタイミングがこう神がかっているので、なかなかですね、真似するのは正直難しいと思います。ただ、うまくなるとこんな風に、タウンホールもしっかりとですね、ディガホグで壊していくということ。さらにはディガホグのルートを確保するということですね。今回で言えば、こういうルートを作りたかったので、上側のここに関してはボマーで、アタックしましたけども、まあ、別のアタック見てもらって分かる通り、ディガホグのルートをこう作りたいんだったら、こっちにキングと10日兵舎を出していって、10日兵舎から来るホグライダーでこの壁の中をこう壊していくっていう。まあ、そういう形を作るっていうケースもあります。なので、
まあ、いずれにせよこの外周側ですね、このとんがってる部分、とんがりくんをいかに、処理するか、わかりますかね。こういう風になってて、こっちがクイーンじゃないですか。ここにキング出すじゃないですか。で、ここにディガー、フォグライダーってやった場合、まあ、どうしてもここのとんがりが残っちゃうわけですよ。ここを豪華兵舎のホグで壊すのか、ボマーで壊すのか、どうするのか。まあ、そこら辺ですね。また、まあ、ロイヤルチャンピオンで壊すっていう手もあります。当然ですけどね。ただ、まあ、今回タウンホールを壊すんで、ロイちゃんはタウンホール破壊用の火力に使ったのが、まあ、このキオスの攻めでしたけども、なんならこの上方面、ボマーで壊した部分にロイちゃん当てるって言っても十分ありますんで、まあ、そんな感じで、出っ張りの部分ですね。ディガーたちがそのままはみ出さないようにケアしてあげるというところを気をつけると結構、ディガーホグは決まりやすくなるかなと思います。ぜひそんな形の、発想で村を見てもらうといいんじゃないかなっていう、ね。はい、というところで本日はディガーホグ徹底的にお話をさせていただきました。いかがだったでしょうかね。もし参考になったよということでありましたら、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録やってもらえたらすごく嬉しく思います。また、これからもですね、タウンホール13だけではなく12、11とこう幅広く動画やってきますので、ぜひともご視聴いただけたら嬉しいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。では本日このあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。